吉原亜美のお手の法則、今日も見ていただいてありがとうございます。吉原亜美です。はい、今日はですね、婚活でうまくいった人のポイントを3つお伝えしようと思います。でこの内容は私の婚活マインド講座を受けられた方、そして商工会議所とかの婚活パーティーで講座をさせていただいたその人たちでうまくいった人たちにアンケートを取った結果の話になってくるので、まあリアルなとこやし、多分ほぼほぼ9割こういったポイントでうまくいくんやな、そんな大したことじゃないんやなっていうことばっかりなのがちょっと取り入れやすいかなとは思うので、ぜひ参考にしていただいて、2020年いい人が見つかってくれてね、なんか幸せな人が増えたらいいなって思っているので、最後まで見てください。で、大体結婚相談所とか仲人さんからのお見合いってなると、多分初めましてってお会いして、それが終わった後1週間以内に仮恋愛みたいな感じでさ、良かったか悪かったかっていうのをお伝えして、まあ、良かった者同士がまた会えるっていうことにつながるじゃないですか。で、お見合いサイトとか SNS サイトってなってくると、まあ、マッチングしました、そこから初めてお会いしたその日の夜とか数日後ぐらいには1回目の返答がやってくるっていう感じなんですよね。で、やっぱりね、面白いぐらいはっきりしてるのが、うまくいった人たちっていうのは結構ね、そのまんまやったっていう感じなんです。それをねちょっと紐解いていこうかなと思います。まずうまくいった人のポイント1つ目、これね、いわゆる価値観が一緒だったとか、一緒にいててフィーリングが合いました、居心地が良かったんですみたいな理由が上がってきます。これはね、もうしゃあないわ、努力では何ともできないし、何ぼ会話力を磨こうが、女子力を上げようが、エスコートを習おうが、感覚だけの話なので、要はお互いの直感で、あ、この人ええなって思ったっていうのがビビッときたやつなんですよね。これがだいたい5割から6割ぐらいを占めている。なんでいいと思ったんって聞いたら、いや、なんかフィーリングがあったんですとか、男性にもね、なぜ彼女を選んだのって聞くと、なんか居心地が良かったんですみたいな感じなんです。顔はどうだとかそんなんじゃなく、とにかく直感で、あ、この人やって思った人だったというのが一番多い理由です。うまくいった人のポイント2つ目、会話が楽しかったっていうのがあります。で、この会話がね、努力でできたりもする部分ではある。話し方、聞き方、声の出し方、表現の仕方、笑顔の作り方、まあ、そんなんも全部含めての会話力になっていくんだけど、この会話がふっと気づけば、もう2時間も経ってたとかね、そんな感じ。私もそうやったから、ミニオンと初めて会った時は多分4時間ぐらい喋り倒して喋り倒して、なんか気づけば、あ、今何時みたいな、そんな感じでした。で、やっぱりそういう人って最初から無理してないから、後々もずっと続くし、過去の経験でいくと、会話頑張った人、私が頑張った人、相手が頑張った人っていうのはやっぱり長続きはしないよね。ちょっとなんか偽の楽しさみたいな、偽物っていう感じがするから。でもやっぱり私のクライアントさんたちにも、どこが良かったのって聞いたら、2つ目に上がってくるのは、会話が楽しかったんです、会話で居心地が良かったんです、会話の感覚が良かったんです、もうとにかく喋ってて、なんせ時間を忘れたんですみたいなところがあります。うまくいった人たちのポイント3つ目、写真と実物が
そんなに変わらへんかったっていうやつ、もしくは写真よりも実物の方が良かったというやつです。いやあのね、本当に今の写真家さん、カメラマンさんたちとか、アプリもそうだし、プロフィール写真を撮りましょうってなると本当に女優みたいに撮れてしまうんです。で、私もよく仕事用のプロフィール写真とか撮ってもらうとね、私こんな可愛いないけどなって思うぐらい可愛く撮れたりとか、やっぱりプロのメイクさんがメイクしてくれて、髪の毛揃えてくれて、一丁羅のワンピースを着て写真撮ったりとかっていうこともあるので、写真が非常に可愛く仕上がる、非常に美人に仕上がる。で、実際初めてお会いするとあれみたいなことになっちゃうっていう。で、男性はやっぱり見た目はすっごい見てはります。自分の好みの顔かどうか、タイプの人かどうかっていうのだけで結構ね、 OK 出しはる人もやっぱりいる。で、私ね、なんかの YouTube のね、多分結婚相談所の会社の方やと思うんですけど、時々なんか上がってくる人で、まだチャンネル登録してない方がいるんだけど、その人の動画を見てた時にも似たようなことをおっしゃってました。男性は見た目が自分のタイプやったらテンションが上がると、そしてまた会いたいなっていうふうに思うんですっていうことを言われてました。確かにそうなの、そうなのよ。だからね、あんまり写真は盛らない方がいいです。でもちろん、あのかといってね、ブッサイクの写真載せてたら SNS 婚活ではまずアウトやね。写真しかないもん、見るとこは。でも女優家のような写真を載せちゃうと、実際お会いするとうまくいかないっていうことが多々出てきます。やっぱりうまくいった人のその3つ目のね、写真と実物がそんなに変わらなかったっていうのを聞いてると、お写真見せていただいたら普通なの、ナチュラルな感じ、いかにも作られた写真ではなく、プロのカメラマンが撮ってるんだけれども、その人の顔の感じはほぼ変わらず、ちょっと色白く撮れてるかなぐらいの感じの写真に仕上がってました。で、まあ、実際うまくいかれた男性に聞いてみたりすると、初めてお会いした時にね、お見合い写真と比べた時に、あれ実物の方が可愛いとか、なんかちょっと色は黒かったけど、まあほとんど変わらへんなって、違和感なく、とにかくその写真と実物が違和感がなかった、だからいいなと思ったっていう方とかも多いです。この今日お伝えした3つのポイント、要はフィーリングが合った、そして会話が楽しかった、写真と実物がほぼ一緒やったっていう、この3つが私のクライアントさんたちの中ではダントツトップに上がってくる理由になってます。だから2回目お会いした時、もしくは SNS 婚活でマッチングしてその後お会いした時に断られやすいっていう方は、写真が微妙なんやと思ってください。綺麗に盛りすぎてるか、しょっぱなブサイクか、どっちかやと思ってます。さあ、今日は婚活がうまくいった人のポイント3つお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。もうとにかく、何やろ、この3つのポイントは現実そうなのよ。で、フィーリングのところだけはもう何ともできないんです。ご縁だから数打ち当たるしかないのね。ただ会話力、会話が楽しかったっていうのは、楽しませてもらおうと思いながら行くんじゃなく、自分が楽しませるくらいの感覚でお話に乗っかっていける、盛り上げれるっていうこととかは努力した方がええんちゃうかなと思ってます。そして3つ目のお写真に関しては、盛りすぎない、顔ちっちゃく見せすぎてるとか、なんか写真ではものすごい細かったのにとかね、なんかあるので、まあ盛りすぎないっていうのは気をつけた方がいいよね。写真は特に大事やから、なんか SNS に掲載する前にお友達とかに見せていただいて、盛りすぎてないかのチェックとかはされた方がいいし、結婚相談所で撮影していただく写真もあんまり盛らないでくださいっていうことはお伝えされた方がうまくいきやすいという傾向にあるので、ぜひこの3つ取り入れてみてください。